YouTube でお送りしている響きスタイル。今日の担当はアイミとアイナです。あは、ハロー、ハロー。あ、アメリカからお届けしております。 Yes, LA. Yeah, yeah. そこの様子なんですけれども、アメリカ、ロサンゼルスのアルハンコンベンションセンターで開催されている CareExpo USA 2019の会場からお届けします。 Amazing! Yeah! アメリカスタイル in USA ということで、携帯でも買えるんだけどね。面白い盛り上がりでした。
日目、これ撮ってる時1日目まだ始まったばっかりなんで、2日目とかもあるんですけれども、はい、この後ロゼリアライブをやらせていただきます。そうだ、ロゼリアライブ。ビフォーディジェもビフォーディライブやるんですけれども、まあそんなこともありつつ、はいはい、まあイベントはそんな感じで、はい、USA の話しようよ。イエーイ。ここはなんてね、USA。ね、USA だな。ね、カウンテス外国人間はいつ頃抜けるんですか。なかなか抜けません。ひなたさんはあおしゃべりになられるんですよ。ちょっとだけ出るべき。ありがとう。やってるよし、あ、かっこいい。Just a little. Very, 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 very big. 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 Very, very big.ライバさんの英語力、昨日も待ち合わせしてて、私、まあ、メッセージアプリで会話してたんですよ。で、ホテルの1階で待ち合わせようって言って、そしたら、私はもうホテルのロビーに行って、ライバさんが、レーダー待ってるって、何のことかな、多分エレベーターのことだと。エレベーター待ってるっていうのとにかくベーダー待ってるダースベーダーとかベーダーってアメリカだから自分は英語にしようとか全くがベーダーベーダーアメリカでもエレベーターはエレベーターやつだねベーダーエレベーターベーダー訳したとしてもベーダーベーダーベーダー誰やおかしいな。まあでもそんなこと言ってますけどディズニーランド DR っていうのが道路の人とか行くときは書いてあるんですよ。 DR のじゃあこの DR って何道路かいやなんで LA には DR で道路って書くのドライブですって言われました。本当に住民もねあのすごいニコニコしながらお会計の前に立ってるんですけど会話は絶対にしないんですよ。いや本当にお昼ご飯一つにしてもひなたがいてくれないと私は何も生きていけないって思ってるのにもうお会計立っちゃうんですよ。頼めないで立っちゃうから私楽しく言ってないのに、ね、なんて言ってるのって言われるからもう一回言ってめちゃめちゃ可愛いやん。可愛いエピソード私たち今この時期クリスマスのクリスマスツリーとかね、うんなんかやたらクリスマスにこだわりがあるみたいな。 なんかアメリカに来たことよりクリスマスが近いことが嬉しいらしくてどうしてもクリスマス感があちこちに来てずっとそうなんですか。あクリスマスってとか言ってたそんななんか芸能人に当たられてるでしょ。なんでなんだろうと思いながら一緒にあれだ、あれだ、まだそんなに突っ込ませたねこの中でも何してんだろうか受け入れて、何でも受け入れてくれるからでもあとあと来るからね200円も取れる間違いない。でもさ、やっぱアメリカ来るたびにさ、英語喋れたらなって思う。思う、思うよね。なんか3日間ぐらいいると、多分使えざるを得ないからなんかこう、ちょっと慣れてくる3日ぐらい、若干な、なんか多分こういうことなんみたいな、ちょっと分かってさ、うん、でも変えんやん大阪弁だよな。なんか確かに3日ぐらいだったらちょっと喋れるようになった気になるもん。そうなんかオーストラリアから帰ってきたのが最悪でしたよね。なんかそのなんかそのテンションだけ持ち帰ってきたからお土産持ってたからねピーちゃんどれがいいめちゃめちゃテンションだけ持ち帰ってきたやばいやんじゃん今回もちょっとイギリスに行ってる人たぶん1回以上富田真帆さんにすごい突っ込まれたえ、いつまでそれやるのずっと言われてましたテンションそうなんですか。確かに日本 DJ で海外でイベントを行うのが初めてだったんですよ。あら、あら、え今回が初めてだったんですよ。そうなんです、だから初めて読みますすごいなそうなんです、だから来年とかは結構バドメイデンの英語の歌詞が確かにライブとかができたらいいな。そうだね全然伝わるの歌詞が
はしますけど、もしね、次行くことがあったらもう少し早くなりますけど、目指す、本当に目指す、はい、はい、ということでお送りしてきましたけれども、キャラエキスポね、うん、毎年楽しいですから、また来年もあるといいなと思います、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それが出てるコンテンツもぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。このひびきスタイルの動画はひびきの誰かがどんどん更新していきますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。レッチキラー、あー、いや、チキラーチキラー、ということで今日担当はあいみと、あいまあいのと佐藤きなこと岩田はるきでした。